久保さん。いや、あのー、エキスパートのなんとかブースター。そんなのあるんすね。いや、まあ、物の見方を見ると、見方を見るとビジネスが上手いなと。見方一つで上手いな。卑怯だなっていうね。<laughs> まあ、マッチポンプですね。<laughs> そう。まあね、僕はまあ、メルマガ配信スタンドに関してはもう、6社くらい使ったかな。 で、6社くらい使って結論出たのが、まあ、メルマが届きづらいっていうのはもうベースとしてあって、あの、本当に届かしたいんだったら、高い金払うっていう。だからね、JCT が一番届きやすいですね。重量課金なんて。クソ高いですけど。あの、当時ですね、メルマガメルマガ配信に月20万、23万とか払ってましたね。<laughs> JCT さんに。で、あの、 JCT の社長さんが来まして、あの秘書とね、ちょっと呼んで、交渉したんですよ。で、まあ,あの、うち独自の安いプランにしてくれました。なぜならば、JCT を利用してる中で、日本でね、かなり利用してる、うん社あの会社さんいてると思うんですけど、まあ3位らし、3位だったっつってね、配信頻度が。<laughs> 相当打ってましたね。相当書いてましたね。 <laughs> そう秘書の方確か綺麗だったな、はい、そうでも JCT がまあまああとね今審査もすごく厳しくしてるっぽいですけどねうんまあ僕は Y メールを使ってます Y メールはね、はい、Y メールはもうトスリス率よろしくないですけど <laughs> まあ別にまあ諦めてますで、まあ、ここから大事なんですけどあのまあ本当に欲しい人がいるならば 本当に欲しくさせてるんだったら、向こうから何かしらでお問い合わせがあるってことですね。うん。何かしらの経緯をたどって、あの、お問い合わせしてくれると。あの、メルマガ届いてないんですけどとか、あの、それで買いたいんですけどみたいな。向こうから本気で買いたい人は本気で、まあ、そういうアクションしてきますので、まあ、ぶっちゃけ、まあ、メルマガとかは僕有効な、まあ、ラインアットもそうですし、まあ、すべてその、 なんだ、セールスにすごく有効な手段だとは思うんですけど、究極論言ってしまうと、買わせてくれと言わせることが、まあ、究極かなと。だから、久保さんなんかね、Gmail でね、あの、そっか、興味あるんですけど、みたいな。だから、ぶっちゃけ Gmail 一本でビジネス成り立つってことなんですよね。うん。でも、そこはやっぱ上級テクニックですよね。それが必要ですし、やっぱ日々の配信だったりとか、なんだろうな、日々の、 信頼関係っていうのが必要だと思います、うん、ただまあぶっちゃけ Gmail1 本でビジネスはできるってことですねいってらっしゃい